日ハムマンパ中世もう14号という事実。日本ハムマンパ中世外野手が14号の逆転ツーラン本塁打を放った。日本ハム万波中世外野手が熱戦金の決勝弾を放った。1点を追う7回、先頭の清宮幸太郎内野手が中前打で出塁した直後の初球、平の甘いスライダーを狙いすましたように捉えた。沖縄の夜空に高々と舞い上がった打球は左翼ポール際へ。昨季マークした自己最多に早くも並ぶ14号逆転ツーランだ。マンパは最高ですと喜びのコメント。定位置だった4番を22試合ぶりに外れていたが、巨砲の働きを存分に示した。悪役万波すごすぎる。万中40本目指して頑張れ。4番としてふさわしすぎる器。今年のマンパは打率高いし信頼感がめっちゃある。この前の安明と同じでいいところで打つな。あとは野村が打てるようになったらクリーンナップが楽しみすぎる。マジで本塁打王を取れそう。万中最高。選球眼あるし、今のマンパに怖いもんはないな。開幕戦のマー君からの三振見て、今年終わったかと思ったけど、いい意味で裏切ってくれた。ブンブンまではなくなったか。エゴエもマンパ化してほしい。最後までご視聴ありがとうございました。なんだろう、高評価とチャンネル登録お願いしてもいいですか。ではまた次の動画でお会いしましょう。ウィース。